こんにちは、スプリングです。以前の動画で水島臨海鉄道を、投稿したことがありましたけども、本日はね、この水島臨海鉄道の所有するこちら映っておりますキハ30という車両に、貸切列車としてね乗車をしていこうかなと思いますので、それをね投稿していこうかなと思います。さあ早速乗り込みました。こちらキハ30の車内です。アルプスの巻き場が鳴りましたね。あの鳴るんだ。いやー素晴らしいですね。というわけで早速ですけどね、ちょっと車内写真撮っていこうと思います。まあ車内というか運転台メインって感じですけどね、この貸切列車ならではのね、ちょっといい感じで運転されている風景を写真撮っていこうかなと思います。まあ早速ですけどね、この動き出したところですね、動画撮っていきましょう。まあ私乗り込みましたのは先ほどのおりました、倉敷貨物ターミナル駅から乗っていたわけですが、まずそこはね営業区間外ということで、動画はねちょっと控えております。ですのでこの三菱自行前駅営業運転をされているところからね、ちょっと動画を撮っていこうかなと思います。いやーこの列車ね非常にいいエンジン音がいたしますので、少し私黙ろうかなと思いますので、ちょっとね車内の音をお楽しみください。ちょっと他にもお客さんがたくさんおられましたので、ちょっとね声とかが入っている関係で聞きづらいかもしれませんが、ご容赦ください。いや非常にいいエンジン音でしたね。というわけでね、ちょっといろいろ撮影をしましたので、いやちょっと投稿していきます。いやこの運転手さんがねやっぱ運転されてる姿が本当かっこよかったですね。指差し確認とか本当に素晴らしかったなと思います。さあそして列車は水島駅を出発をしていきます。この列車ね、貸切の団体連専用列車ということで、途中駅少しずつ通過をして、進んでいきます。まあ全線非電化区間ということで、まあこういうような感じなんですが、あこれまだ水島到着する前ですね。今これ到着する駅が水島駅です。水島というふうに書かれておりますね。まあ水島臨海鉄道ね、この南の方にやってまいりますと割と高架区間がありまして、まあ、なかなか面白いですよ。まあ、結構レトロな車両が高架をね走っていくというような感じで、なかなか撮っても乗っても面白いね、素晴らしい路線でございます。というね、停車をいたしましたので、こちらもね、出発前の、出発進行というところをね、撮影をしておきました。かっこいいですね。さあ、そしてこちらの駅は弥生駅です。まあ、弥生駅と言いますとね、この水島臨海鉄道を走ります。貨物列車がね、巡行で撮影ができる、そういう駅というふうになっておりますけどね。ここで少しだけ停車時間がありましたので、撮影をしてきました。この独特のドア、キハ30ならではですね。ミラーにこのキア30が姿を映しております。まあ、結構ね直線がありますので、ね、貨物列車も収まりのいい、なおかつ巡行で撮れるということでね、結構鉄道ファンからね、好かれている駅の一つのようになっております。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ列車出発をしたところですけど、少しブレーキがかかり始めました。というのもね、この区間この先でね、本線合流をするということで、まあ、どちらも本線ですけどね、一旦速度を落としているようです。いや本当にこの指差し確認かっこいいですよね。まあ、普段かぶりつきなんかね私しないんですけども、やっぱかぶりつきはかぶりつきの良さがありますよね。ちょっと運転手さんだったらね、気分で味わえる感じですか。まあなんかちょっと幼少期を思い出すような感じですよね。
にしてもね、こういう風に高架路線が続いていくわけでございます。いやー、ほんとかっこいいですね。というわけでね、いろいろ撮影をしておきました。やはり私もこれが一番かっこいいと思いましたので、これをね、いっぱい撮ってしまいましたよ。さあ、そして列車進んでいきまして、次の停車駅は西富井。今通過をいたしましたのは福井という駅ですね。以前ね、水島臨海鉄道の動画を上げた時に、これ撮った分をね、上げたかなと思うんですけども。今通過をしました。この下をね、国道2号線が走っております。まあ、大動脈2号線の上をキハ30が通過をしていく。いやー、なかなか素晴らしいですね。さあ、こちらの駅は、西富井ですね。この駅で少しだけ、列車止まるようです。反対列車の行き違いがあるようですね。というわけでね、列車その後やってまいりましたので、少しだけ撮影をしておきました。まあ左にね、この木は30が映っておりますね。今回私はね、乗車プランというものを選択をいたしました。しかし別に撮影プランというのがあったようで、これですよね。向こうにボンネットバスが止まっております。ここまでね、あのバスと一緒にやってきまして、あのバスとこの列車を一緒に撮るというプランのようです。いや、あれも素晴らしいですね。いや、本当にこの企画を考えられたね、主催者の方、本当に素晴らしいなと思います。本当に私いつもお世話になっている方なんですが、いや、またね、この方の団体列車にね、参加をしたいと思うんですけども。いやー、本当に毎度毎度工夫を凝らして、されていること、本当にね、素晴らしいなというふうに感じております。さあ、もうそろそろしましたね、終点の倉敷市駅に到着をするんですが、今左手に野球場が見えております。ここはね、球場前駅という駅がありまして、これを越えますと山陽本線とね、ひっつくというような感じになっております。ここから山陽本線とね、ひっつく場所ですね。向こうから115系がやってまいりました。あ、113?115 系ですね。ですのでね、一部だけこういうような感じで、ちょっと、3本路線が引かれてるような感じになっております。さあ、そして街が見えてまいりました。こちらが倉敷の街の中ですね。山陽本線は倉敷駅。そしてこの水島臨海鉄道は、倉敷市駅ですね。ここに、向こうの方に入っていく線路がありますけれども、あれは貨物専用線でございまして、この先、先ほどの倉敷貨物ターミナルから、岡山貨物ターミナルまで向かう、貨物列車がね、あそこを渡って通過をしていくということになります。いやー、倉敷市駅、もしくは倉敷駅ですけども、まあ向こうに見えておりますような、結構立派なね、倉敷シティプラザと書いてありますけど、建物があるんですね。いやー、あれもなかなかレトロな感じで味わい深いなと思うんですけども。そしてこちら手前にあります跨線橋もなかなか年季が入っていいですよね。まあ水島臨海鉄道車両だけじゃなくてね、この沿線もなかなかレトロな感じで大変素晴らしい路線というふうになっております。というわけで、終点の倉敷市駅に到着をいたしました。ここからまたね、反対方面の列車にこれね、動いていきますので、それに乗って先ほどの倉敷貨物ターミナルまで向かおうと思います。というわけで、この倉敷貨物ターミナルじゃないわ、倉敷市駅に到着をいたしました。いやー、ちょっとこの駅独特な佇まい、雰囲気ですよね。にしてもこのキハ30、素晴らしい車両ですよね。私よっぽどこのドアが好きなのかね、ドアがいっぱいあるんですよね。あ、ドアの写真がということですよ。さあ、そして、折り返しの時間がすぐやってまいりましたので、また乗り込みまして、向かい出発をしてきました。まあ、先ほどと同じとこを通っていきますのでね、まあ、沿線の風景としてはあまり変わりませんけども、まあ、最後少しだけね、動画を載せておこうかなと思います。この列車ね、窓を開けれることを私完全に忘れておりまして、その後少し開けて、風を感じることができました。もう最近ではなかなか味わえないような経験ですよね。さあ、そして山陽本線から分岐をしていきます。まあ、山陽本線が分岐というか、離れていくだけですけどね。また先ほどの、球場前駅ですね。こちらの方へと列車は進んでいきます。
いや昔ねこの水島臨海鉄道のキハ20という車両が赤穂線にね入ったことがあったんですけども、まあ、それは、ね、私撮ったことはないんですが一応ねなんかそういう経歴があるようです。このキハ30に関しては東日本所有でしたので、まあ、貨物列車で運ばれてきた時に関しては山陽本線を通っていたようですね。西都民を過ぎてこの2号線をね越えていきます。大動脈を上越えるこのローカル線漂うキハ30、この素晴らしいですね。この優先席とかの表示は東日本時代のものでしょうか。なんかね、車内には、あれなんだっけ、消火器か、消火器が置いてあるんですけど、そこにはね木更津車両所というふうに書いてありましたよ。まあ要所要所にねかつての所属がわかるようなものがねあって非常に面白かったなと思います。さあそしてました列車が停車をしていきますけども、こちら水島駅です。このドアがやっぱ開き方がいいですよね。というわけでね、この水島駅7分ほど停車がありますので少し撮影をしておこうと思います。この水島駅の看板と列車を撮ってみました。次の停車駅は三菱自行前、まあ、停車というかね、営業運転の最終の駅となっております。私はその先にあります倉敷貨物ターミナルまで乗ろうかなと思っております。いやーいいですねこのカラーリング、非常に素晴らしい。ちょっとねこの時ぐらいから晴れ間が見えてまいりましたので、このね空と一緒に撮影もしてみました。やっぱドアが好きみたいですね、変態です。いやーにしても本当にこのローカル線感漂う国鉄機動車かっこいいですね、素晴らしいなと思いました。さあそして列車水島駅を出発をし三菱自行前駅へ戻ってまいりました。そうするとねこのボンネットバスですよ、これが待っておりました。そしてね並走タイムが始まるわけでございます。いやー素晴らしいですね、こんなところまでも企画をされている、企画力がすごいなと思いました。もう本気ですよ、もう本当にねすごかったですね、この車内から見るこのレトロなバス、ああよかったな、本当に楽しむことができました。ちなみにね先ほどちょこちょこ映っておりましたけど、このキハ30というのはねロングシートという風になっております。まあしかしながらこの、ね、ロングシートもなかなか味わいがあって非常に良かったなと思います。まあ、ボックスシートもいいですけど、ロングもなかなか捨てがたいですね。この動画を投稿予定の11月21日現在では、このキハ30少しね、車体が不調のようでして、長期の運用離脱を、しかねないということのようです。一日もね、早く元気になってもらって、また走ってる姿を撮ってみたいものです。ご視聴ありがとうございました。本日も動画をご覧いただき、ありがとうございます。こちらのチャンネルでは、鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。